レイカちゃん、すいません、私ったらつい。もうしっかりしてよ。大丈夫なのかな。レイカちゃん、昨日ちゃんと寝た？実は緊張してしまって、あまり。でも全然眠くはないから大丈夫です。はあ、やっぱりね。すいません。でも本当に眠くなんてありませんし、一生懸命頑張りますから。うん、もちろん頑張ってもらわないとね。なんたって今日がレイカちゃんの初陣なんだから。はい。それで敵は？まだ姿は見せてないけど、そろそろだと思うよ。なんたってもう敵の領域に入ってるんだから。敵の領域？ぼーっとしてたら下から撃ち落とされちゃうからね。あと何か気づいたことがあったらすぐ僕に報告するように。張らなくても大丈夫だよ。まあ僕も初任務の時はレイカちゃんと同じだったけどさ。そうなんですか。うん、だからさ、今のレイカちゃんの気持ちはよーくわかってるつもりだよ。そう言ってもらえると少し気が楽になります。どういたしまして。それよりも紫ちゃん、編成を乱しちゃダメだよ。ごめんなさい。この位置ですとレイカさんのお姿がよく見えますもので。気持ちはわかるけど、今日の僕たちはピクニックに来てるわけじゃないんだよ。はい、重々承知しております。本当かな。とにかく二人とも勝手な行動は慎むようにね。はい、受けたまわりました。そうよね、しっかりしないと。ぼーっとしているレイカさんも気合を入れてる姿もどちらも可愛いですわ。え？可愛いだなんてそんなこと。いえいえ、照れるお姿もまた。あのさ、仲良くしてるところ悪いんだけど、そろそろいいかな。そうでした。すいません、ナナさん。いや、いいよいいよ。僕
在感薄いのか、結構忘れられることが多いからさ。そんなことありません。そうですわ、ナナさん、ご自分を卑下なさってはいけませんわよ。そうかな。ありがとうね、二人とも。それじゃあ仕切り直して、今回の任務についておさらいをしよっか。はい、よろしくお願いします。今ちょうど僕たち日本と中国が戦争中なのはもちろん知ってるよね。南京を占領したまでは良かったんだけど、相手が重慶行って攻略の難しい場所に立てこもっちゃったんだ。最初は陸路で攻めようとしたそうですけど、遠すぎて無理だと聞きましたわ。そうなんだよね。最初は陸軍の人たちも自信満々だったんだけど、すぐに諦めちゃってさ。それで面倒なことは全部僕たちに丸投げするんだから困っちゃうよね。そんな危険な場所に私たちが行くんですか？それは違うね。忘れたの？僕たちだからこそ行くんだよ。なんたって僕たちは日本が誇る優秀な鋼の乙女だからね。陸地では大変な移動も、空からだとスイスイっと行けるからね。確かに地形に左右されることは少ないですよね。到着すればあとは重要拠点の攻撃ですわね。そういうこと。重要拠点をドガーンと攻撃して施設を機能停止に追い込めば僕たちの勝利ってわけ。そうでした、拠点破壊が今回の任務でしたね。うん、その通りね。簡単でしょ。まあ実際は僕たちをやっつけようって向こうも鋼の乙女を出してくると思うけど。中国の鋼の乙女ですか。私たち3人だけで勝てるのかな。うん、レイカちゃんなら大丈夫だよ。なんたってこの僕が一緒なんだから。これが戦場。ここが私たちの初陣を飾る晴れ舞台なんだ。よーし、移動は完了したね。
食らうよ。みんな頑張ろう。この程度じゃ私は止まりません。よし、避けられました。いたった。まだ戦えますよ。あわわ、危なかった。まだまだ当たるわけには。ポチッと。もうせっかくの服が台無しだよ。恐れずにここまで来た。あれ、あわわ、危なかった。目に物を見せてやりますわ。くらえ。当ててみせる。狙いはバッチリ。こちらですわ。行きますよ。こちらですわ。行きますよ。当たって。こちらですわ。これで終わりです。当たって。こんなのはいかがく。な、少し油断しただけ。まだまだある。行くアル。いたった。勝負するアル。あわわ、あ、勝負するアル。うん、こんな格好じゃ存分に戦えません。やった。負けるか。やった。負けるか。
レイカさんのためにも頑張りますわ。行きますよ。参りますわ。まだやれ、もうダメ、隠しきれない。ある、そこです。えい、何、ここまでやられたらもうダメ。ある、こちらですわ。くらえ、こんなのはいかって。思った以上に